自分たちはガンガン軍備増強しているくせに、日本に難癖つけてくるのは違うと思います。確かにその通りだな。賛否両論ありながらも、海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦と言われていた、出雲型は現在、短距離陸垂直着陸機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められているみたいだぜ。もう無視だよ無視。自分たちは良くてこっちはダメなんてジャイアン理論は通用しないよ。日本の憲法を逆手に取るやり口は気に入らないよな。中国相手に武士道成果身を解く気はないけど、卑怯だよね。うん。この事態に対して中国メディアのネットイース、香港メディアのフェニックステレビが、主張を展開しているので以下で紹介するよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を終えた出雲で、11月3日に四国沖の太平洋上で米海兵隊の岩国基地所属の F-35B が、垂直着艦と短距離発艦に成功した空母として第一歩を踏み出したよ。出雲型護衛艦の出雲と香川将来2026年頃を目標として、空母運用されるための改修を終える予定で、その頃までにアメリカから導入する F-35B の飛行隊を宮崎県ニュータバル基地に、編成して両艦の艦載機とすることを進めている段階だね。中国メディアのネットイースライズの F-35B の発着艦試験について、日本の軍用艦艇上での固定翼機による発着艦が戦後初めてのことであると報じた上で、出雲がヘリコプター護衛艦を装っていたメールを脱ぎ捨てて、いよいよ軽空母としての本性を現したと主張したぜ。出雲の基準排水量に関しても取り上げられ、中国の空母遼寧が5万8500トンであるのと比較しても1万9500トンしかないのに、艦載機として運用する F-35B が第5世代ステルス戦闘機として中国の兵十や兵十五を圧倒する性能を持っていることから、戦闘力は日本側に分があり、強い空母となるため警戒する必要があると論じているな。F-35B はステルス性能においても中国軍の最新鋭艦載機である J-15 に圧倒的に優秀で、レーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ AESA による、アクティブフェーズドアレイレーダー ANAPG81 についても書かれており、J-15 がそのレーダーでは F-35B を探知できるのは 40km まで接近しないと難しいのと比べて、F-35B は J-15 を 200km から探知できるため、その差は歴然なんだよね。F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機に J-20 というものがあり、空母遼寧の搭載機数が出雲を大きく上回っており、総合的な戦闘力は、出雲が遼寧よりも強いと認めざるを得なかったんだ。中国海軍はこの日本の軽空母を甘く見てはならないと、もっと警戒を強めるべきだとしており、香港メディアのフェニックステレビも10月9日に、出雲の F-35B 発着艦試験について触れる記事を掲載したよ。このフェニックステレビは香港でテレビ放送を中心とするメディアだけど、実際は香港と神戸行政区に拠点を構える中国政府系であり、香港人へ向けての放送ではなく香港から発信する形を、装った中国寄りの放送局で週刊誌を発行しているんだ。記事には出雲 F-35B 発着艦試験について書いた後、日本の海上自衛隊が近い将来、2隻の空母を保有することで、中国が増強を急ぐ空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになると分析しているよ。日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題を通して中国を常に仮想敵国として訓練し、軍事的に対抗するために多額の予算を注ぎ込んでいることに対して自衛隊が装備や武器を増強していると非難され、出雲型をヘリコプター搭載護衛艦から軽空母に改修していることもその一つであると主張してるな。軽空母に改修後の出雲型護衛艦が F-35B を14から18機艦載することが最大で20機を乗せる可能性もあるとして、日本がアメリカから調達予定であり、現時点で F-35B が42機であることから、これら F-35B のほぼ全てが空母艦載機として運用されるというぜ。一方で、出雲と加賀が改修完了して空母運用が始まり、海上自衛隊が空母打撃群を編成できるようになるのは2026年以降と見積もられるね。その前に中国海軍は3隻目の空母を就役させて最新鋭の艦載機を、一度に最大で130機運用可能となり、日本が同時に2隻を運用したとしても量も質も中国海軍が上回り、日本は圧倒されることになるんだ。さらにフェニックステレビに掲載されている記事を読むと、日本の海上、航空用自衛隊における戦力強化はもはや自衛の枠を超え、
敵地攻撃力を保有していることと等しいと非難し、さらに日本が原子力潜水艦を保有する可能性があるとでっち上げて、中国軍は日本の軍国主義復活を警戒しておかなければならないと言っているんだよね。どんな言いがかりだよな。誰のおかげでこんな状況になっているんだって話だよ。あることないこと吹聴するのはどこかの国と同じだね。確かにね。中国メディアのネットイースワイズも香川中国空母にとって脅威となると報じ、香港メディアのフェニックステレビは出雲香川恐れるに足らず中国空母の敵ではないと報じて麻薬の主張を展開しているようにも感じるが、その根底には出雲型護衛艦の空母化を脅威として捉えていることの反応が現れているよ。中国海軍の最新鋭空母艦載機として配備が進められている J20 は、ジェット戦闘機としての分類上は F-35B と同じ第5世代戦闘機とされているけど、実態は米空軍が1983年から2008年まで運用していた世界初のステルス攻撃機 F-117 ナイトホーク、と同程度のステルス性能と言われており、レーダー反射断面積において F-35B と比較しても大きく劣っているよ。今、仮に尖閣諸島問題が悪化して、海上自衛隊と中国海軍の空母による軍事衝突が起こったとして、出雲と加賀の F-35B 約40機だけで中国海軍の3隻の空母の J-20 戦闘機130機と戦闘を迎えるには、無理がありすぎるんだよね。有事の際には米海軍の空母打撃軍の支援を受けられることにはなっているとはいえ、日本としては中国海軍との軍事衝突の際に日米安保が機能しない事態も、十分に想定しておくべきだからな。アメリカに頼りきりだと、いざという時慌てちゃうもんね。うんうん、現時点、海上自衛隊で新しい空母の建造計画はなく、出雲型と同じヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦を空母化して回収する計画も立っていないんだ。中国が建造を急ピッチで進めている3隻目の空母003型が収益して空母3隻体制になってしまえば、やはり130機の艦載機は脅威であり、それに対抗するためには、南西諸島に日本版空母キラーとして長射程の、地対艦ミサイル部隊を多数配備しなければ太刀打ちできないよね。もしくは尖閣諸島にミサイル部隊を展開させて先手を打っておくべきだろうな。空母の建造は即席できるわけではないため、それよりもミサイル部隊を展開させて防衛線を張って、防衛省陸上自衛隊に保有させる 1500km の長射程を持つ12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発と、配備を急ぐべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて。ありがとう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 。